弾き語りトラックメーカーアイドルの眉村千秋が12月14日、東京、日本武道館で、ワンマンライブ、日本元気女歌手夢だけど夢じゃなかったを、行った。新型コロナウイルス感染防止対策を徹底し、会場、自治体などのガイドラインに沿った上での有観客ライブ。眉村は2020年を自身が、日本武道館で、ワンマンライブを行った年にしたかったという。コロナ禍により多くのライブが中止になった今年を明るい話題で締めくくりたい、そんな彼女の気持ちが強く出ていたステージだった。9日にリリースされたサードアルバム日本元気女歌手からの楽曲や大丈夫、ピッコロ、おむしなどアンコール含め全22曲を披露したライブの模様を以下にレポートする。取材イコール村上純一。日本武道館へようこそ。開演時刻になり会場は暗転。スクリーンに寝ぼけガンの眉村が登場。外へと繰り出した眉村は謎の男に遭遇し悩みを打ち明ける。ファンのみんなに会えてないからストレスで耳から何かが飛び出そうな違和感があると相談すると、その男は悩みを解決するためにはゴストファーのへそのごま、ペロリンポコの根っこ、黄金に輝くひまわりが必要だという。眉村はその話を聞き、よし探しに行くぞと意気込んだ。オープニング映像で眉村千秋ワールドへと誘い、ステージ中央からマントを身にまとった勇敢な出立の眉村が登場。オーディエンスは声を上げる代わりに盛大な拍手で彼女を迎え入れた。オープニングを飾ったのは冒険隊から森の勇者だ。ペース配分など一切お構いなし、これまでの鬱憤を晴らすかのように武道館という大きなステージを縦横無尽に駆け巡る。日本武道館へようこそと元気いっぱいの言葉を投げかけ、2曲目の顔ドンでは早速トロッコに乗っちゃおうかなと勢いよとステージ袖に向かった眉村。しかしまさかの眉村ママがトロッコに乗ってアリーナをぐるっと一周するというサプライズで楽しませた。続いてのナックルセンスでは空中に浮かぶワイヤーアクションを決める眉村。ゴストファーという魚のモンスターを剣で退治し、一つ目のアイテムであるへそのごまをゲット。マーメイドボーイでは青い光に囲まれ水槽の中で歌っているような演出。眉村も気持ちよさそうに歌唱している姿が印象的。存分にときめきかせてくださいと投げかけ、シュビデュバオブクラティと体を揺さぶる楽曲たちを立て続けに披露。彼女の音楽性の幅広さを感じさせてくれる流れだった。キッズダンサー4人に手伝ってもらい、ペロリンポコの根っこを手に入れた眉村。前半戦のラストを飾ったのはステイホーム中の SNS からコーラスパートの募集を呼びかけ制作した手を取り合うから音を届けた。キッズダンサーと共に希望に満ち溢れたキラキラとしたパフォーマンスを見せ、夢だけど夢じゃなかったを歌唱。この武道館に立てた喜びを歌を通してオーディエンスに届けていく眉村はゆっくりとステージの下に姿を消した。玉の矢の 2060% がゲストで登場。5分間の休憩を挟み、ブルーの衣装にチェンジした眉村が花道を通って、ワイルドなアコギのストロークが印象的なアコギマッシュアップ。続けて、家族の大切さ、感謝を歌った Dear My Family を披露。武道館をじっくりと見渡しながら、エモーショナルに歌い上げた。盛り上がっていけるかい？と投げかけ始まったのは、映画10万分の1の挿入歌となったバラードナンバー。摂氏 36.8 度。振りとは違う曲調ということもあって会場は笑いに包まれる。学生時代の恋愛への憧れを描いたピュアなラブソングを武道館という大舞台でしっとりと伸びやかに歌い上げる。オーディエンスもじっくりと彼女の歌声に耳を傾け聴き入っている。そして切り株風の腰掛けに座って届けた野菜生活。メルヘンな世界観の中、足を無邪気にブラブラとさせたながら楽しそうな表情で歌う眉村は、この曲のテーマでもある優しい世界を体現しているようだった。
最後のアイテムである黄金に輝くひまわりをゲットし、何も考えずに踊りたくなるナンバー、偏差値2ダンスへ。同曲でコラボしたワイナーズの玉の矢の 2060% が黄金に輝くひまわりを手に持ってゲストで参戦。2人の高まるエナジーが武道館に充満していくような熱いパフォーマンス。ビバ青春カメトマトでは念願のトロッコに乗車。アリーナをぐるっと回りながら玉や 2060% から奪い取った黄金に輝くひまわりをタオル回しのごとくぶんぶん振り回しながら会場を盛り上げた。振り回しすぎて花がもげてしまったのはご愛嬌だ。その場しのぎで生きていくことを誓います。オーディエンスの盛り上がりに最高だよみんなと眉村。声が出せないこの状況下で編み出したズンズンと足を踏み鳴らすジェスチャーでオーディエンスとコミュニケーション取っていく。 MC ではここまでの辛かったエピソード、葛藤など思いを語った。眉村は周りからいろいろ言われ悩んだが、自身が一番魅力的なのは情緒不安定な自分、等身大の眉村千秋が一番魅力的だと思うと答えを見つけたことを報告。明日からちょっと冒険してもいいかなと思えるように、最後に全員を勇者にして終わろうと思います。全身全霊心を込めて歌いますと告げ、本編ラストは大丈夫を歌唱。はち切れそうな思いを音楽に乗せて表現し、ステージを後にした。アンコールの前に VTR が投影され、ここまで集めたアイテムを調合。飲み干した眉村は全然治らないじゃんと謎の男に問い詰める。実はもう一つ足りないものがあることが判明。それはこの日本武道館にいるオーディエンスの声援だという。奇跡、神の子、天才犬のフレーズに合わせ、オーディエンスは声の代わりに手拍子で応える。スクリーンにはローリズムゲームを彷彿とさせる映像が映し出され、眉村を召喚するためにそれに合わせて手拍子。ゲージがマックスになるとステージ下からポップアップで勢いよく眉村が登場。ポップアップでの登場が楽しすぎて再度ポップアップで登場するというハプニングもありつつ、アンコールがスタート。その場しのぎで生きていくことを誓いますと名言も飛び出し、ラストは突発的に生まれた頭上で指を合わせてスクエアを作り上げ、それはヒューマンだと語り、リズムに合わせてみんなで横揺れし一体感を高めたピッコロムシ。すべてはこの瞬間に集約されていたのではないかと思えるほどの満足感を感じさせる中、ライブは大団円を迎えた。まさに日本元気女歌手を体現するライブ。きっと会場にいる誰よりも楽しんでいたのは眉村本人だったのではないだろうか。超媒体のインタビューで、武道館でもかしこまらずにいつもの自分でやりたいと思っていると語っていたように、大舞台でもいつもと変わらぬ姿、等身大の眉村千秋がそこにいた。彼女の未来には大きな期待感しかなかった。